皆さんこんにちは。レック専任講師の木村です。今日は動画の方を見ていただいてありがとうございます。今日のこのガイダンス、内容はどんな話かというとこちらです。はい、じゃん、試験問題。はい、平成30年はい、今年の本試験問題ということになります。はい、まあこの時期ね、これしかないですよね。まあ本試験問題もう捨ててしまったっていう人はさすがにいらっしゃらないと思いますけれども、もうこれ見たくないっていうふうに思ってる方はね、たくさんいらっしゃるんじゃないかなと思います。はい、で、まあこのガイダンスですね、皆さんがこの先どうしていこうか迷われている方の少しでも指針になればいいなというふうに、ね、考えて少しお話の方をさせていただきたいと思います。はい、で今皆さんがねどんな気持ちでいるのかっていうのはおそらく2つのパターンに分けられるんじゃないのかなと思います。もうざっくりとですけどね。で、まあ試験の結果がすごく良かった、ね、多分合格してるなって思ってる人はおそらくこの動画見ることはないと思うので、じゃあどんな方が視聴してくれてるかって言ったら、やはりこの問題、ね、いまいちできなかったな、ね、でも周りから聞こえてくる声は問題優しかったみたいだな、ね、ってことは合格ラインがぐっと上がってくるだろうな、そうなると自分は厳しいかな、ね、こうやって思ってる方がほとんどなんじゃないかなと思います。でその中でも2つのパターンに分けられるんじゃないかなというのは、まず1つ目、これはもうやっちゃったことはしょうがない、ね、終わったことはしょうがない、もうこれは忘れて、じゃあ来年の試験に向かっていこう、ね、まあ、来年の試験に向かっていきたいんだけれども、どういった勉強方法をすれば次こそ合格できるかなっていうふうに前向きに考えていられる人で、こういった方は、まあ、この後この内容を聞いていただいて、このレックではどんな講座があるのかな、ね、自分に合う講座があったらこれ受講してみようかなっていうふうにね考えていただければいいんです、ね、ただもう一つのパターンとして、まだ本試験その結果から立ち直れていない人、ね、当然まだ基準点発表もこのガイダンス収録している段階ではね、まだ発表ないので、実際に択一の基準点、ね、どの程度になるのかっていうのはまだ分かっていません、ね、だから確実に、まあ、合格しているとか、ね、ダメだったっていう結果はもちろん皆さんね出ていないんですけれども、まあ多分ダメだ、ね、もうじゃあ勉強やめちゃおうかなっていうふうに思ってる人、ね、そういった方はちょっと待ったです。ちょっと待ってもらって、最後までこのガイダンス聞いていただきたいと思います。やっぱり土地家屋調査士の試験って、まあ、ちょっと勉強しただけで受ける人ってほとんどいないんですよ、ね、ほとんどの方ががっつり勉強して、ね、でその1年後の勉強のためにほぼ皆さんね1年近く勉強して臨むわけですよね。だからもしダメだった時の落ち込みってこれ半端ないと思います。実際私も経験しています、ね、だから皆さんの気持ち、ね、できなかったっていう人の気持ちは本当によく分かってるつもりです、ね、でこれがダメだったらもうやめちゃおうかなっていうふうに考えてる人、ちょっと待ってください、ね、今もしやめちゃったら何も残らない、ね、やめちゃうのは簡単ですよ。でも皆さんさっきも言った通り、長い期間学習時間費やしてるわけですよね。お金ももちろんそうです、ね、まあほとんどの方がどこかの予備校に通われて学習されていると思うので、独学の方はねもう本当に一握りだと思います、ね、ってことはやっぱり予備校通うとなったらかなりのお金かかりましたよね。お金もったいないですよ ね。でもお金よりもやっぱり私はその勉強時間に費やしたね、この時間がもったいないと思うんですよ、ね、いろんなことを諦めて、ね、寝る時間も惜しんで遊ぶ時間も惜しんで、ね、ひょっとしたら飲みに行く回数も減らして、ね、皆さん学習していたと思います、ね、それが全部無駄になっちゃうんです。勉強をやめたらそれって絶対もったいなくないですか。私は自分が一
度挫折をした時にもうそれだけは嫌だったんです、ね、だからじゃあどうしようか、ね、次こそは合格したい、ね、でも当時は、ね、レックでも中上級の方向けの講座っていうのはそこまで充実したものがなくて、じゃあどうしようかなっていうふうに考えた時に、もう今持っている教材をとにかく回そうって思ったんですね。で、まあひたすら自宅で回しました。そうしたら見えてくることがあったんです。何かというと、1年目勉強して、ね、分かったつもりになっていたけれども、これ本当は分かってなかったんだっていうことがポロポロ出てきたんです、ね、それが2年目勉強してみたら、あ、これ分かるなっていうことが出てきた、ね、ってことはこれは勉強足りてなかったんだなっていうことなんですね、ひょっとしたら勉強時間はしっかり確保してやっていた、ね、やっていたけれども、やり方が若干ずれてたかな、ね、だから2年目以降に勉強したら分かることってこれたくさんあるんです、ね、で当時はやはりそういった講座もなかったので自分でねやるしかなかったんですけれども、皆さんはね、レックの中上級講座ってこんなコースがあるんだっていうのをね、この後ご紹介させていただきますけれども、それで今の自分のレベルに、ね、合ったコースがあれば、ね、ぜひ受講していただきたいと思います、ね、どっちにしても、まあ、今本当にねこの勉強をやめちゃう、ね、試験対策やめちゃうっていうのはこれ簡単なことですけれども、やめたら何も残らない、ね、絶対始めたからには何か残していただきたいと思います。土地家屋調査士になりたいと思って学習始めたんですよね、皆さん、ね、だったらとにかく、ね、まずそのスタートラインに立つ合格というところまでね、まずは行きましょう、ね、そして夢叶えてください、ね、で少しでもそのお手伝いができればというふうに思っています。はい、ではレックの中上級の講座、ね、どのような講座があるのかというのをちょっとパンフレットでご紹介したいと思います。で中上級講座の特色として、まず初学者向けのコースと全然違うのは、スタートがみんなそれぞれ違うっていうことなんです、ね、初学者の方って勉強を始めるにあたって、例えばまあ民法の知識が少しあるよとか、まあ、そういったあの少しの違いはあると思いますけれども、それを抜いたらみんなゼロからのスタートなんです、ね、だから同じことを始めればいい。でも学習経験者の方って違いますよね。一度挫折を味わっている方で、その時点の自分のレベルっていうのがどのぐらいなのか、もうこれ人によって全然違います、ね、1なのか3なのか5なのか7なのか、ね、これでやることって全然変わってくるんですよね。例えばもう今のレベルが7、8ある人だったら、もう当連のパック、ね、要は当連だけ受けていれば大丈夫でしょっていう方もこれ中にはいらっしゃいます、ね、ただ経験上そういった方はごくごくわずかです、ね、やっぱり皆さん基礎がおろそかになっちゃってるねっていう部分を持ってる方がたくさんいらっしゃるんですね。だから3だったり5だったりっていうレベルの方がほとんどだと思います。で、まあ、とにかくレベルに合わせたコースを選ぶことができるので、皆さん今の自分のね、知識がどの程度あるのかなっていうのを考えながら聞いていただけるといいかなと思います。はい、ではまずパンフレット、はい、お持ちの方はね一緒に見ていただければいいかと思います。今お手元にない方は、画面に映します。ちょっと光っちゃって申し訳ないんですけれども、画面の方見ていただければこれいいですからね。はい、学習経験者向けのパンフレットということになります。はい、でめくっていただくと、はい、到達度に応じて選べる4つのコースということで、これ4つのコースをご用意しています。はい、まず1つ目フルコース、ね、そして2つ目コンパクトコース。でこのコンパクトコースというのが、まずこの中上級コースの、まあ、肝になってくるコースと思っていただければいいです。はい、そしてその他に書式強化コース、もう書式に特化したコースというのもあります。はい、あとは右下のベースアップコース、これはちょっと特殊なコースということになっていて、
ほとんど初学者向けの内容ということになります。初学者向けの要は初級コースのインプット完成講座というのをもう最初から、ね、受けていただくということになるので、まあ、経験者の方でここまで必要かなという方は、まあ、かなり少数になってくるのかなと思います、ね、でまず肝になってくるコンパクトコースというのがあります。でここにちょっと付箋ね私貼ってあるんですけれども、まあ、ここはあくまでも、まあ、私のまあ個人的な考えと思っていただいて、詳しいことはこのパンフレットの中のねコンパクトコースのところを読んでいただければいいと思うんですけれども、これは一定の知識はある。この一定の知識っていうのは卓越に関しても小式に関しても、ね、どちらも一定の知識はあると思ってる。ね、でも今回時間が足りなくて終わらなかったんだという方、ね、だったらこのコースでいいのかなと思います、ね、だから卓越に関しても、まあ、ほとんどできましたよ、ね、でもスピードがどうしても上がらない、ね、だから時間がかかってしまう。書式に関してもやっぱりできる、ね、時間があれば申請書も全部書ける図面までいける。でもやっぱり時間がない。これはスピードアップを図っていくっていうことになってくるので、このレックの中上級コースのメインになってくるこのスーパー特訓講座というのがあるんですね。これを徹底的にやっていこうということになります。このスーパー特訓講座は卓越書式ともに分かれているんですけれども、どちらも過去問、ね、過去問をベースに作られたもので、卓越に関してはもう卓越問題をすべてバラバラにして、要は一問一答形式でひたすら時間を計りながら解いていく、ね、時間を計って解いたらその後に講師が解説をするというような、ね、形で進めていきます、ね、で卓越問題って本試験だったら五子卓越、要は選んでいく問題ですよね。で今年に関しても去年に関しても問題の出し方としては組み合わせ型の問題だった。だから個数算定型の問題じゃない以上全部の足が分からなくてもこれ答え出せます、ね、でも一問一答形式でやっていくとこれが意外とできなかったりするんですね。そうすると知識がやはり足りてないなっていうことになります。だからその部分もきっちり補える。あとは時間を意識して問題を解く、その後に必要な解説をする。問題解くだけだったらねこれ講義いらないですからね。この問題はこういう意図で作られているんだ、だからこういうふうな考え方で解いていくんだ、ね、要は中身、ね、理屈もしっかりとね説明するようにしていきますので、かなり、ね、知識の整理につながると思います、ね、で書式の方もやはり過去問をベースに作られています、ね、でそれもやはり時間を計って申請書を書く、それから土地だったら座標値の計算をする、そして作図をする。こんな風に細切れにして、その細切れにして一つ一つ時間を区切ってやっていくようになりますので、かなり時間を意識するというところにね重点を置いています。ですからここにあるように一定の知識はあると思ってるんだけれども時間が足りなかったという方はここでいいと思います。じゃあ次に一定の知識というところに不安があるよっていう方、はい、これはこのフルコースです、ね、このフルコースはこのリスタート講座というのがついています、ね、このコンパクトコースのスーパー特訓講座の前にまずこのリスタート講座というのできちんと理論の知識を整理しましょうっていうこのリスタート講座がついてるんです。でこのリスタート講座というのはこのベースアップコースちょっと特殊なものですよというふうに言いましたけれども、このインプット完成講座初級コースの方に向けて提供するテキストをそのまま使ってそれを3倍速ぐらいのペースで理論をねやっていくというのがリスタート講座です。だから書式じゃなくて、まあ、理論の話ということにはなるんですけれども、
理論についてやはり少しでも不安を抱えている人はこれをつけた、ね、リスタート講座がついているコースがいいんじゃないかなと思います、ね、今回やはり択一足切りになりそう、ね、まだ先ほども言いましたけれども基準点発表がないので何とも言えないですけれども、やはり15問16問っていうところに、ね、なってくるんじゃないかなと予想しています。やはり昨年のことを考えると、まあ、15問はいくんじゃないかな、ね、それで足切りになってしまいそうだと思ってる人、あとは、まあ、16、17ぐらいは取れてるかなというふうにね自己採点で分かってはいるけれども、でもどれもこれも不安な要素がたくさんあるという人、さっきも言いましたけれども択一問題って組み合わせ型だと全部の足が分からなくてもなんとか答え出せる問題が多いわけですよね。で、まあ、5つあるうちの、まあ、2つは確定してる、ね、そうすると選ぶ足で2番かな3番かな、だいたい2つに、ね、絞れるようになるんですよ、ね、きちんと勉強してれば、ね、でその2つのうち1個選んだうちが合ってたんだ、ね、偶然合ってたんだ、そういうのがいくつかあって、そして、ね、だいたい17問18問、ね、ぐらいできましたっていう方ってやっぱり基礎で不安を抱えてると思うんですね。たまたま今回やっていたけれども次もできるかって言ったら不安ですよね。で、まあ、中には2つには絞れたんだけれどもその2つに絞って選んだ方ことごとく間違いの方だったっていう方もたくさんいらっしゃいますね、そういった声もたくさん毎年聞きます、ね、でそういった方はもちろん、ね、このリスタート講座が入っているフルコースこれを選んでいただければと思います、ね、あとはこれですよね、はい、1年間しっかり勉強して択一はかなり取れている、ね、まあ、18問取れました19問取れました、ね、今回はまあ択一のリサーチ協力していただいた方の、ね、アンケートなんかを見ると満点だったっていう方も割といらっしゃるんですね。で、択一はすごくできて問題解いていても簡単簡単、ね、そんな風に感じることができて例えば35分以内に終わってるよ、ね、でも正直全然できなかったっていう方、ね、今回土地も建物もそこまで大きく難しい要素っていうのはなかったはずなんです。それでちょっとできなかったということになったらこれは書式強化コースというのもこれあるのでこちらを選んでいただくのもいいと思います。これはスーパー特訓講座というふうに入っていますけれどもここにあるように書式編のみなんです。先ほどコンパクトコースの方でお話しした択一編書式編分かれているんですけれども書式のみここからのスタートね、でこれプラスあとは申請書マスター講座というのがついていてやはり申請書をがっつりと覚えることができる講座がついています、ね、その他当練ということになるので本当に書式だけを強化すれば合格できるなっていう自信がある人はこれでもいいと思います。ただ書式強化コースを選ぶ方は本当に注意していただきたいのがどうしても2年目以降って択一の学習がおろそかになりやすいんですね。コンパクトコースを取っていただいた方もあとはフルコースを取っていただいた方も結局1年目って択一では割と取れるんだけれども2年目以降ね、やはり複数回受験されている方私もね何人も接していますので択一の出来がどんどん悪くなっているっていう方たくさんいらっしゃるんです、ね、だから書式強化コースを選んだ方もこれは必ず択一の学習は独自でしてくださいね。大丈夫ですね。基本書を持っている方がほとんどだと思うのでそれは並行してやっていかなきゃダメ。書式強化コースを取ったからってこれだけやっていたら絶対択一で来年痛い目に遭いますからね。もう本当に2年目以降の方には私も本当口を酸っぱくして言ってるんですけれどもやはりバランスよく学習しないとどんなことが起きるか。1年目書式で足切りにあった2年目択一で足切りにあった、ね、それの繰り返しをしている人っているんですよね。だから絶対にそうならないようにバランスの良い勉強というのは心がけてください。はい、そして最後、この頂上のところに当連パックっていうのがあります。
ね、これまだ販売前なんですけれども、卓越も書式も、ね、ある程度もう手応えがあって、ひょっとしたら合格してるかもしれないなっていうふうに考えてる方、ね、もう手応えがあるないっていうのはもうご自身が一番わかると思うので、そういった方はこの当連パック、要は当連だけを、まあ、直前期になって受けるということでも大丈夫かなと思います、ね、ただもう本当に当連のみということになるので、販売もおそらく2月ぐらいに、ね、なってくると思います、ね、ただもう当連だけ受けていれば来年大丈夫だっていう方は、冒頭でも言いましたけれどもかなり少ない、ね、一握りだと思ってください。はい、ではパンフレットをお持ちの方は、6ページ7ページ開いていただいて、ちょっと光っちゃいますかね。はい、最初にメインになってくるよというふうに申し上げたコンパクトコース、ね、どのようなカリキュラムになっているのかというと、だいたい12月ぐらいからこのスーパー特訓講座の配信が始まります、ね、さっきも申し上げた通り、卓越と書式について過去問を時間を計って解いていくというような、ね、形になっています。まずは卓越からスタートして、その後書式ということになります、ね、でその後当連、スタンダード当連、ファイナル当連、あとはチェックテストというのが続いていくんですけれども、この有料オプションというところ、ね、これは書いてある通りオプションで別に申し込んでいただかなきゃいけなくなるんですけれども、おそらくつけるといいんじゃないかなと思います。計算特訓講座というのがあります。もうこれは土地の書式の座標値の計算部分だけを、ね、抜き取ってテキストを作って講座にしてあります。で、これは電卓の基本計算モード、いわゆる標準モードを使って計算をするパターン、それから複素数を使って計算するパターン、両方ご用意しています。セットになっています。で、おそらく1年学習した人で複素数モードというのはほとんど使っていない方、基本計算モードでやってましたよ。あとは旧跡、土地の地籍の求める、旧跡のところだけは複素数使いましたよなんていう方がね、1年目の方は多いのかなと思いますけれども、複素数モードこれを使うメリットっていうのを、まあ、知っていただくためにも、これはねぜひつけていただいた方がいいんじゃないのかなと思います。で、私がよく申し上げるのは、数学が得意な人は、これなくてもいいと思います。計算特訓なんかしなくても土地の座標値なんかすぐにひらめくんだっていう人はこれ逆にいらないですからね。この講座そのものがオプションでつけなくてもいい、ね、ただ土地に苦手意識を持っている人、これはちょっと絶対つけてください、ね、でその苦手意識を持っていて数学が嫌いだっていう人ほど、今の早い時期だったら複素数モードを試す時期だと思います、ね、で複素数モードを使うと正直、計算は早くなります。要は X 座標 Y 座標というのをまとめて電卓に表示できるので、やるスピードはもうめちゃめちゃ上がります、あとはミスもおそらく減ると思います。直前期になっていきなり複素数モードを覚えようっていうのはもう全然おすすめしません。私は、基本計算モードだけでも合格できるとは思っているので、ただこれ視聴していただいている方、おそらくまだまだね来年の本試験までは間がある時期だと思います、だからもし今からやるっていうふうに考えている方は、これがついていないコースをお申し込みの方はぜひつけることをお勧めします。はい、で戻りますが6ページの方、はい、フルコース、これは何がついてるのかって言ったら、このリスタート講座がついてるわけですよね。まずは基礎理論しっかりと復習しましょう、で2回だけなんですけれども、本当に基礎の基礎の数学というのもついていますので、こちらで基礎数学を学んでいただいて、その後スーパー特訓講座に入っていくっていうカリキュラムです。でこちらには、もう別途申し込まなくても計算特訓講座も、それから申請書マスター講座も、ついていますので、本当にフルフルのコースだと思ってください、これだけやってその後当連ということになります。
で、最後、はい、ちょっと特殊なコースですよというふうに申し上げましたが、9ページ、はい、ベースアップコースとあります。で、これはこの部分が初学者向けのコースと同じものがついてくる。この全体構造編と徹底解析編というのに分かれているんですが、全体構造の理論はないんですね。そこまで戻らなくてもいいだろうということで、全体構造編の小式からついています。そしてその後徹底解析編に入って理論がっつり、書式もがっつり、とにかくもう本当に最初に戻りたいんだっていう方はここ、ただ回数を見ていただいてもかなり多くなるので時間にかなり余裕がある人向けだと思ってください。で、私今年は初級講座の担当になりますので、お会いできるとしたら、まあ、このベースアップコースということには、ね、なるんですけれども、とにかく今回例えば書式が本当にできなかった、例えば今回は土地に関しては一部地目変更分泌登記、この申請書が書けなかったっていう人はひょっとしたらここまで戻った方がいいかもしれない。もう一部地目変更分泌登記なんてもうこれは本試験で出る可能性が本当に高いっていうふうにね言ってきたものなので、これが書けなかったとか、あとは合体、建物は合体による登記等でしたけれども、これもねやはり書いてるはずなんです。本試験で出るのは今年が3回目、だから皆さん練習してるはずです、ただ所有者が同一の建物が合体したんだけれども、これ単有というふうな形で表示することはできないような合体でしたよね。所有者が同一でないものとみなした場合の持ち分というのを申請人欄に書かなきゃいけなかった、で、これなんで書かなきゃいけないのかな、そのあたりの理論もよく分かっていないなっていう方、これもひょっとしたらベースアップコースからきっちりとやり直した方がいい方かもしれない。とにかく書式が全然手つかなかったっていう方はベースアップコース、これをおすすめします、とにかく書式をもう基礎の基礎からやりますよ、もう本当にゼロから書式はやっていきますよっていうような講座になってくるので、まあ時間がね許せばこちらのコースも検討していただければいいのかなと思います。あとはまあ今年の問題ですね。はい、まあ、こちらを見ていただいて、まあ、中身の方、例えばコースを選ぶので、択一に関しては民法3問全部落としちゃったっていう人は、これは必ずフルコースにしていただいて、リスタート講座をつけた方がいいと思います、あとは不等法も4問目からあとは16問目ぐらいまでかな、17、18、19あたりはちょっとね内容難しかったと思いますので、4問目から16問目までの間で5問以上落としたという人、もうこれは必ずリスタート講座がついているフルコースもしくはベースアップコース、これを選ぶことをお勧めします。なぜならそこでそれだけ落としてしまうということはもう基礎知識がついていない証拠だからです。いいですかね。で、あとは先ほど申し上げた通り書式に関して、申請書が全然書けなかった、あとは土地の座標値、これが出せなかった、今回そんなに難しいことはないんです、だからそういった方もひょっとしたらまあベースアップコース、選んでいただいてもいいかなと思います。はい、で土地に関してはちょっと特殊だったのがこの座標値ですよね。
はい、マイナスがついていて、まあかなり大きな桁数の数値、座標値がバーッと並んでいます、ね、基準点の座標値からこんな状態、ね、で、まあこれはレックの中上級コースを取っていただいた方は過去問でがっつりやっています、ね、過去問でがっつりやっているというのはこれ平成24年の問題だったかな、本試験でも一度出ているんですね、この形式、ね、なおかつレックの答練では何回も出している問題なので、おそらく、ね、パッと解けたんじゃないかなと思うんです、ね、ただ初学者の方っていうのは、まあ、これ見てねちょっとびっくりされた方も多いかと思うので、まあ、こういった解き方も、スーパー特訓講座の書式編なんかではおそらく、ね、来年に向けてもやっていくことになるかと思います。で、電卓の複素数モードというのを使うと、まあ、マイナスがついていようが、まあ、これ全部メモリに入れてしまえば計算はなんてことない、ね、あとは作図に関してどうするのかって言ったらね、ちょっと図面用紙をひっくり返して書くような、そういったテクニックも学んでいくことになるので、非常に、ね、スーパー特訓講座を、ね、つけていただくと問題なくねできるようになるかと思います。はい、あとは建物に関して、はい、まあ、合体というふうにね言いましたけれども、はい、この建物、高山太郎さんの建物、ね、この建物とそれからこの建物合体させたんだという問題、ね、でこっちの建物も高山太郎さん所有の建物、この2つ合体させたんだったらどっちも高山太郎さんの建物なんだから、合体後の建物は高山太郎さんの単有でいいじゃないか、ね、普通だったらそう思いますけれども、でもなんで所有者が同一でないものとみなした場合の持ち分っていうのを必要になってくるのかって言ったらこれですよね。株式会社 C 銀行の抵当権、この抵当権が合体後の建物に存続することになるんだ、ね、だからこの存続登記となる抵当権、ね、この株式会社 C 銀行の抵当権の存続範囲を明確にするために、所有者が同一でないものとみなした場合の持ち分というのが必要になるんだということで、要は書式問題の中にも理論で必要な知識というのが入ってくるんです、ね、だから書式の勉強って書式だけやってればいいんでしょじゃなくて、やはりそこって相互学習が必要になってくるんですね。何のためにこれが必要なのか、それは理論で学ぶことっていうことになってくるので、最初に言いましたけれども書式強化コースでいいやって思ってる方も、卓越の学習として必ず理論の勉強はね続けていただきたいと思います、ね、まあ、よくあのツイッターなんかでもねつぶやいているんですけれども、まあ卓越でね足切りになってしまいそうな方がやはり周りにはねたくさんいらっしゃいます、ね、そういった方はバランスが取れた勉強ができていなかったのかなというふうに思いますので、ぜひそのあたりをよく考えていただいて、レックの講座ね、ぜひ選んでいただければなというふうに思います。そして来年に向けて今から一緒に頑張っていきましょう。はい、ということで、短い時間ではありますけれどもガイダンスの方は終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。